オーラン宇宙服に付けられた NPP ズベズダのロゴ。ヘルメットの下に見えるのがそれで、その隣に、の文字が見える。右胸についているのはロシア航空宇宙局のロゴ株式公開会社、化学製造企業、ズベズダは、宇宙飛行士やパイロットの生命維持装置、宇宙服も開発、射出座席などを製造するロシア連邦の企業である。1954年に設立され、 1994年に株式公開会社として再編成された。略称はロシア語の科学製造企業の頭文字を取ったオラテン文字、転写し、それを冠した NPP ズベズダ、あるいは英訳した RD& ポリエチレンズベズダが用いられる。ズベズダとはロシア語で星を意味する。なお、 KH-23 などのミサイルを開発したズベズラ設計局とは別個の企業である。航空機用のップ腹や空中給油の研究のため、1952年に航空産業省第918工場として設立された。GI セベリンが1964年から最高責任者を務めていたが、2008年に多界したため現在では、 セルゲイ・エース・ボズドニャーコフが最高責任者となっている。公式サイト三菱電機ザ・ペイス2007年8月コラムボリューム1ロシアの全宇宙服を開発した77歳のエンジニア。ありがとうございます。